まあ、どうですかこの2024年、まあルーキーの年になるんですけれども、はい、試合はどのくらいこう出られそうなんですか。ランキングが105位なので2024年はステップアップツアーが主戦場になりますね。で、レギュラーツアーの出れるマンデーとか推薦いただいたツアーは積極的に参加していきたいなって思ってます。ズバリ神谷プロの自分でのプレイヤーとしての強み、はい、どこでしょう。強みは本当逆境に負けない強さというか追い込まれた時に発揮する強さをちょっと見通しになって思いますね。プレースタイルとしてはどうですか。プレースタイルはバーディーをやっぱり多く取っていくことが私の強みかなと思ってて、今は逆に言えば簡単にボギーとか打っちゃうのを弱みだと思ってるので逆境を作らないように頑張りたいと思います。逆境には強いけど、はい、逆境を作らないようにね、はい、具体的にこのぐらい勝ちたいなとかありますか。まずはやっぱり1勝することがすごく大事じゃないかなと思ってるので、出られる試合は必ず優勝を目指して頑張りたいなと思ってます。それは試合の会場もやっぱりご家族で行って、はい、そうですね、私の母が一緒に帯同してくれるので基本的には私と母と娘の3人で、で来れる時は旦那にも来てもらうっていう体制をとってます。もうお母さん水戸から歩かせないでください、ね、はい。いいホテル取ってとかしたいですね。そうですね、はい、本当にね。でなんかちょっとこれはもう本当興味で聞くんですけど、はい、なんかその1日 の, そのスケジュール、はい、まあお子さんがいない、まだこう自分でプロとしてやってる人とはおそらく過ごし方は違うと思うんですけど、はい、なんか差し支えない範囲で。あ、大丈夫です。今は平日は保育園に預けてるので、9時からだいたい5時、まあ、最長で5時まで見ていただいてて、その間はトレーニングとゴルフをして、で迎えに行って、ご飯作ってお風呂入れてとかして過ごしてますね。なんかこう保育園に預けるようになって責任をもっと強く感じるようになったというか、誰かが見てくれてる間にダラダラして過ごすことは絶対に許されないし、普通にこう保育園に預けてる方も仕事をしてる時間だけ見ていただいてるので、私もしっかりその時間は無駄にすることなく過ごそうってこう自分の中でけじめがつけられてるので、なんか保育園に預けてよかったなって思うことが多いですね。子供もやっぱりすごい成長して帰ってくるので、お互いにいいというか、で帰ってきて一緒に過ごせる時間を大事にできてるので、なんか一緒にいられることにもありがたみを持てるというか、いい環境を今は作れてるなって思います。子供ができて出産を経験してなかったらもっと早くプロテスト合格できたんじゃないかっていう声もいただくんですけど、自分の中ではそれはないなって思っていて、子供がいたから家族ができたから自分が変わることができて、でこういう結果につながったんじゃないかなって思うことが多いですね。すごいな、もうなんかこれ楽しみですね今年ね。はい、神谷プロもう一勝と言わずにもう本当に何勝もしてもらって、はい、何勝もしたいです、ねえ、はい、でもう写真でお子さん抱いて、はい、この写真をたくさん見れる2024年に、うん、ぜひしていただきたいと思いますけれども、はいはい、応援してます。ありがとうございます。さあ、4回にわたってお届けさせていただきました、はい、神谷プロ皆さんね、ぜひ応援していただきたいと思います。はい、神谷プロありがとうございました。ありがとうございました。